先日友達と釣りに行ったんですよ。そしたらスッポンがいてこんな感じで釣れて、当初は食おうと思ってたんですけど、なんか愛着湧いちゃってもう飼うしかないんですよね。けど飼う前にやっぱり野生の爬虫類って寄生虫がうじゃうじゃいるんで、この子ですね、ここはツルツルしてます。で問題の寄生虫がこれなんですね。この白っぽいやつ、ヌマエラビルっていう血を吸う寄生虫にすごく似てるので、それじゃないかなと思うんですけど、ギザギザしたフジツボみたいなやつもこのピルの卵みたいで、これもこそぎ落としていかないといけないなと思って。だからお前の掃除図かな。お酢を希釈した水を作ってその中を泳がせます。ほらお前は悪い子だな。首のとこにもよく見たらついてるんですよね。内臓の中にもたくさん寄生虫いると思うんですけど、とりあえず表面のやつを取ってあげようと思います。大体で、あ、うねうねしだしましたね、首のやつが。オスが苦しいのか、あ、こっちもうねうねしていますね。結構苦しいのか、苦しいのか、きめえきめえお前ら。かなり速攻性がありますね。ちょっと一匹取ってみましょうか。でかいの取りたいな。お、取れた。でけえ結構。どっちが口なんですかね。一晩経って表面を見てみるともうないですね。どこにもついてないです。見える範囲には卵も取れたみたいで、海のとこにもついてたんですけどもうついてないですね。こっちを見てみると夜のうちに取れたであろう寄生虫の残骸が。ではまた今度。